私眠くなってきた。やめなさいよ、もうやめて。何を言っている。これは感謝の気持ちだ。貴様はこれが大好きなんだろう。だからって生で何本も喋っている余裕があるならさっさと喰らえ。ほらほら、ああもったいないことをするの。全部吐き出して。助けてデプコ。今頃向かってきてるかもしれんな。もうすぐ奴も同じ目に合わせてやれる。積年の恨みまとめて晴らしてやるぞ。もうすぐ書いてあった場所だよね。なんだろうこの青臭い匂い。きぃ、まさかまさかまさか、ナス畑。一面ナスだらけだよ。体中が震えてきた。何考えてんの。なんでこんなところに呼び出して。喜んでもらえたようで何よりだ。その声はまたおばさんなの。ようこそ私のナス畑に。おばさんのナス畑？どういうこと？七賢人はおまけで本業は農家だったりとか。違う、貴様を倒すためだけにこの辺り一帯を買い占めてやったんだ。全然ありがたくないよ、むしろ大迷惑だよ。愛ちゃん気を失ってるの。おばさん、愛ちゃんに何をしたの。なーに、大好物のナスをたらふく食わせてやっただけだ。途中で満腹になったのか寝てしまったがな。ナスをたらふく。ひどい、人間のすることじゃない、悪魔の所業だよ。とにかく約束通り一人で来たんだから、愛ちゃんを返してよ。よもや素直に返してもらえると思っていたわけではあるまい。そりゃまあ思ってなかったけどさ。せっかく来たんだ、もう少し歓迎させてくれ。貴様の相手もわざわざ用意してやったんだ。ネポ、相手って嫌な予感が。ナスが動いてる。ナスに取り囲まれてる。どうだ、私の魔力とナスを融合させたモンスター、気に入ってもらえたか。気に入るはずないよ。何こんな危なっかしいモンスター簡単に作っちゃってるのさ。私自身も驚いたさ。私の魔力とナスとの親和性がこんなに高かったとはな。神など信じるつもりはないが典型としか思えん。ただの偶然じゃないかな。ってナスがどんどん近づいてきてるような。行けナスどもよ、ネプテューヌを紫色に染めてやれ。うわー、やだー。ボスさんでしょ、ずっと私のターンってわけにはいかないんだよね。私の本気見せちゃうよ。女神の力、勝利の道は私が切り開く。食らいなさい。
弱い。私の番です。一気に決めさせてもらう。食らいなさい。せいせい、頑張るです。いつでも行けるわ。食らそいデュアルアーツ。私の番です。一気に決めさせてもらう。えい、次、いや、私の道、私には負けられない理由がある。私なら、やったなかなか頑張るじゃないか。なんとか勝ったけど、体力より精神的にきつい。だが、確実に効いてはいるな。まだ満腹にはほど遠いようだな。おかわりはいくらでもあるぞ。嘘。いやー、もう勘弁して。さーて、たまには本気を見せてあげようかな。私の本気見せちゃうよ。変身完了よ。本気を出させてもらうわ。頑張るです。うつです。それ私も。こんな攻撃、まとめて片付け。一気に決めさせてもらう。そこ、せい。食らいなさい。もらった。弱い。私の番です。それで一気に決めさせてもらう。食らいなさい。食らい、いや、効かないわ。頑張るです。私の番ね。いや、そっ、もらった。そこ、わた、効かないの番です。一気に決めさせてもらう。もらっ、くらいな、せい、デュアルアーツ。頑張るです。一気に決めさせてもらう。次、攻撃、一気に決めさせてもらう。もらった。くらいな、いや、私の、私の番ね。もら、いや、効かないわ。一気に決めさせてもらう。くら、私の番ね。くら、拙い戦い方をしてしまったわ。これでお姉様に。さすがに戦闘能力まで調整する時間はなかったからな。もういや、もう無理。ナス嫌い、ナス怖い、ナスやだ。しかし追い込んではいる。ならばあの手を使うしかないか。おい、
もういいぞ。あとは私を倒せれば、この娘は返してやる。いいの？もうナスと戦わなくていいの？だったら何でもいいよ。おばさんの方が強いかもしれないけど、ナスよりは何百倍もマシだし。ナスよりはマシか。後悔するなよ。で、おばさんがナスになった。そうだ、これまでのザコとは違う。ナスの力を私の体に取り込んだ。この姿なら確実に貴様を葬れる。楽に殺しはせんぞ。死んだ方がマシと思えるほどの苦しみを与えてから。あれ、意外となんとかなる？何？いや、だってさ、そこまで大きいと逆にナスの気がしない。ただの巨大な紫の物体だわ。なんだと？しまった。言われてみれば確かに。策に溺れたわね。今のあなたであれば一切ひるむことなく戦うことができる。おのれ。だがそうやすやすとはいかんぞ。ナスの力によりこの体も強化されている。貴様一人相手なら決して遅れを取らん。どうかしらね。あなたは私を怒らせてしまった。アイちゃんに手を出したこと、そして何よりナスを戦いに持ち込んだこと、私は決して許しはしない。あなたは私の手で倒す。私の番ね。本気を出させてもらうわ。私の番です。それ私も頑張る。この程度？勝利の私の番です。それでだ。いつでも行けるわ。いや、そこもらったもらった。デュアル。私の番です。私の番ね。いや、そこデュアルアース。私の番です。いつでも行けるわ。クロスコンビネーション。頑張るです。それで、こんな攻撃本気。それでか。いつでもいけるわ。もらった。せいせい、クライナデュアルア。私の番です。私の番ね。いや、もらった。私の番です。この程度？私の番。いつでも行けるわ。もらった。デュアル。私の番ね。いや、私の番ね。そこもらったもらった。頑張るで。
いつでも行けるわ。いつでも行けるわ。私の番です。一気に決めさせてもらう。いや、私の番です。いつでも行けるわ。私の番です。私の番ね。そっくり汚い戦い方をしてしまったの。力が湧いてくる。そんな、ナスの力をもってしても破れるのか。ガク、恐ろしい敵だったわ。かつてないほどに。ごめんね、アイちゃん。私のせいでこんな目に遭わせてしまって。さ、すぐに教会に。くそ、夏臭いわ、アイちゃん。なんてことなの、この状態のアイちゃんは連れて帰らないといけないなんて。ネプコ、躊躇している場合ではないわね。お願いだから、あまり息はしないでね、アイちゃん。ここは。ああ、ネプテヌ、IF 起きたよ。本当？もう大丈夫なの？はい、お怪我とかはしてないですし、もう大丈夫です。よかった、みんなすっごく心配してたんですよ。私どうして、また敵に捕まって。それでネプテューヌさんが一人で助け出してくれたんですよ。ネプコが。そっか、ありがとうネプコ。ほら、私にも原因があるし。その、本当にごめんね、アイちゃんの料理食べなくて。私の料理？私たちのために作ってくれたお料理ですよ。ほら、ナス尽くしの。ナス。ナス？うわー！びっくりした。IF、どうしたの？ナス怖い！ナス嫌い！ナス食べたくない！ネプコ、私こそ謝らないと。あんたに無理やりナスを食べさせようとして、人の道に外れた行為だったわ。本当にごめんなさい。わわー、そんなに顔近づけないで。まだ微妙にナス臭い。アイちゃん、一体何があったですか？ナス嫌いになっちゃったんですか？当然よ、あんな紫の物体人間の食べるものじゃないわ。アイちゃん、アイちゃんなら分かってくれると信じてたよ。ネプコ、すっかり仲直りしてる。いい話だね。いえ、微妙にずれてる気がしますけど。ナス、美味しいよね。はい、すごく美味しいです。もう二人とも好き嫌いは良くないですよ。いいの、ナスなんか食べなくたって生きていけるもん。そうよ、ナスなんかもう一生食べないんだから。